どうしよう。かわいい。ほんと私びっくりするほうがかわいいんですけど。あ、これもかわいい。ちょっと待って、ちょっと待った。でも、かわいい。ない。こんなに。めっちゃ水。3、4、K。すごい水木押しますね。優勝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 しちゃった。はい、おはようございます。トウレイです。今日はですね、マダムが住むところ。なんていうんですかね。私も久々に来たんですけど、全人が集まる街みたいな、なんかこう全員しかないようなとこにいるんですけど、ここはニコタマです。そしてニコタマのどこに来たかと言いますと、ドーン、こちらになります。ロンハーマン。私初めて来たんですけど、こんなでかいの丸々一棟じゃないですか。じゃ早速行ってみたいなと思います。こちらです。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。根岸さんと篠崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと私ニコタマが初めてちょっとウキウキしておるのですけれども、どんな大きさになるんですか？地下がメンズ、はい、1階のフロアが上メンズと奥にジュエリーと、はい、地下リビングでコスメ、キッズ、うん、3階がちょっとテラスのある、ワンちゃん連れてこれるテラスのあるカフェです。でかいですね。なんかもうニコタマが久々すぎてテンション上がってるのと、この LA 感、LA 感ちょっとさっとすごい濃いやつです、はい、早速なんですけど一回見てみたいなと思うんですけど、はい、今シーズンの秋冬はどんなテーマとかあるんですか？ラブっていう言葉に色で言うと赤とかピンクとか、ちょうど根岸さんとか篠崎さん来てるような、ちょっとそのテーマをちょっと意識して、色からそういうアプローチをしたりとか、うんうん、あとは例えば T シャツとか環境に取り組みをファッションを通じてまたやろうということで、うんうん、これも地球の形がハートに、うんうん、ラブ、ラブを表現した、これはステラ・マッカートニーさんとのコラボの T シャツ、コラボなんだ、まあ、はい、別注をさせていただいてグラフィックを特別に、うんうん、書いていただいた T シャツだったり、だってステラってそんなコラボしなくない？初めてですね、私たちもここまで一から別注をさせていただいたのは初めてに、ね、グラフィックも打ち合わせをする中で、うんうん、いろんなお互いの思いの中でもう書き下ろしていただいて、へえ、はい、でもまあ確かにステラの立ちスタンスとロンハーマンのネギさんがやろうとしていることで多分なんか同じものを感じるから、このコラボレーションはすごい、すごく、うん、本当にいつも勉強させてもらってるブランドなんで、これはね、うん、私たちにはなくてはならないブランドで、はい、マーレット、はい、マーレット、ニューヨークベースのブランドなんですけれども、うんうん、ティアナのドレスが一番象徴的な、うんうん、形でして、うん、こう旅に出る時にトランクにこうさっとこう思わずこう入れたくなるような軽やかなドレスっていうのをコンセプトにもともとブランドが立ち上がっていて、このマーレットを初めて私たちが見た時にお花のポピーレッドって呼んでるんですけども、うんうん、このコレクションがあって、その色がすっごく印象的で、うんうん、であれをぜひ復刻してほしいっていう話をして、この3方に関しては特別に復刻してもらって、この形自体も復刻ですね、うんうん、今気づいた、私も赤い服着てたんですけど、そうびっくり、びっくりした、何も考えてなかった、ノー打ち合わせ、ノー打ち合わせ、もう変なグラフィックをちょっとさておいてないちょっとこうちょっと、はい、手書きの似てるんだか似てないんだかよく分かんないような今日はもう一つ、うんうん、ラブだけではなくその要素の中にドラマティックでロマンティックっていう要素を秋冬はより強く入れていこうねなんて話をしてね、まさにこれは着ると体が入るとふわっとなって、もう結構かなり、確かに結構、あ、すごい洋弱ありませんか？そうなんですよ、実は、はい、ものすごい可愛いんですよ、くるくる回ると、あ、これ、超可愛いやん、超可愛いやん、パンツを合わせても可愛いし、もちろん一枚でも可愛いし、なんかさまざまな、本当にいろいろ着れるね、しかも一年中、なるほど、そして次はトッツさんで、もともとこちらのアッパって呼んでいる APA でアッパっていうこの形がきっちりしてるんですけれども、ここのフェルトがレザーではないというところで、確かに程よくこうラフな感じ、はい、抜け感があってすごく素敵なバッグなんですね、うんうん、ダブルネームなんです、別注なんです、実はこちらトッツで下にフォーロンハーカイトルームすごい、アーカーを支え
メゾンってここまでやってくれませんよね普通ね。レザーちょっと種類が、ちょっと違うね。表はシボ感があって、うんうん、はい、内側のレザーがトッツさんですとバイカラーになってて、なるほどなるほど、そこがデザインのアクセントになってるんですけど、私たちはこのままの方が逆にトントーンで、ここがもう別注ですよね。はい、今ですとトツさんはここにトツってあのブランドさんのロゴがこうジャガー通りみたいな感じで入ってるんですけども、うんうんうん、そこをこうシンプルに何も入れずに、うんうん、すごい。いや普通別注ってドヤ感出るじゃないですか。出ますよね。それをあえて出さないって出さない別注ってあるんだって聞いてびっくりした。ありえないですよ、素材感とフォルムがやっぱりとっても美しいので形だけでシンプルな方が見せやすいと、うん、はい、でこれだと部屋が2つなんですけれども、これですとより 1,2,3 へえ、もっと入りますね。これ進化系です。なんかロンハーマンにあるとよく見えるのはなぜなぜ、ね、なぜこちら本当に綺麗なアイラインのスカートなんですけども、こちらエブール、エブール、エブールというブランドで、別注をして思い切って、これも別注なんだ。あのエブールさんはもともと白とか綺麗めな色をやることが多くて、私たち別注させていただくときはエブールではなかなか選ばないような思い切った色での別注をさせていただくんですけども、うんうんうん、アイラインとあとはフレアと、ちょっと、はい、効きそうな。なんかフレアってネギスさんってイメージある。なんか着てそう、なんか着てそう。これだと多分これマリア・マクマヌスのシャツをこうカシュクルみたいにインしてるんですけど、うんうん、メイさんみたいに本当に古着のヴィンテージの T シャツとか、あ、それもボロボロの何かとかをこれに合わせます、うんうん、あ、かわいい、かわいい、それはこの、 あの鮮やかな色が似合いそう。はい、へえ。なるほど、その次は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 、うん、一度向こう側から回って向こうにもクローゼットクローゼットクローゼットコーナー、はい、初めて行く場所だからウキウキする。あ、なるほどですね。広い広い。ちなみに千駄ヶ谷、六本木、二子玉で置いてある商品っていうのは変わったりするの？少しずつ、はい、ブランド自体がもうそこでしかないよっていうものもあれば、同じブランドでもセレクション実は少しずつ変えてます。違うんだ。結構この辺は今少しカジュアルなものが、うん、あの多く固まっているラックで、こちらに、うん、あのちょっとスパイスとなるようなザローですとか、うんうん、ステラマンカラー、これもステラですね。ステラなんだ。お靴もものすごくマノルでしたりとか、フランチェスコでしたりとか、うん、あとはこちらにはマルジェラがあるんですけれども、うんうんうん、今ちょうどベージュと白と白とで、これはなんとなく二子玉の感じがするんだな。しかも旅でちょっと低め。低め、そうですね。あ、なんかちょっと私、はい、やっと二子玉川の輪郭が分かってまいりました。これはこれは、うん、こちらもステラマカット。なんかどうしよう、私がステラを贔屓しているように見えてしまいましたが、これもステラでした。かわいいね、クロップド。ねえ、ここら辺は？ね、透け感があって、うんうん、かわいい。はい、こちらも別注で、先ほどあのエブールですね。うんうんうん、はい、別注なんだ。ちょっと透け感ありますもんね。はいはい、かつ後ろかわいいね、シャーシャーいっぱいついてるじゃないですか。かわいい。これこうなるこうなるこうなるパターンですね。あ、そうです。後ろがこうドラマチックに、はい、体入るとそうなんです、ふわっとして。中のペチコートとかキャミソールまでめちゃくちゃ丁寧に、うん、着た時に透けた時に美しいようにって計算して、うん、全部違う風にパターン引いて作ってるんです。あ、しかもちゃんとボタンとかずれないようにずれないようにわかるかな、こういう丁寧さがねすごいんですよ。こういうのあんまないんだよ。なんかキョトンとしてますけれども、へーくらいないんだけどないんですよ、こういうの。ないですよね。ない、ない、初めてびっくりした。これはちなみに、はい、こちらはリダンという、うん、リーバイスのデニムを全て、うんうん、リメイクをしてパンツを作っているブランドなんですけども、そこが出しているこのミニスカート、え、かわいい。公式にリーバイスが本当にリメイクを認定した一番最初のブランドなので、うんうん、ミニ丈が、ね、タイツで1枚で、あ、行きたい行きたい。ちょっとそれがっていう方はオーバースカートとして、うんうんうん、着てもいいです。
あとは本物だと、はい、こちらですね。これはアニアハインドマーチさんで、はいはい、これ実は、うん、全部土に変える。どうしてどうしてどうして、金具も何にも使ってなくて、うんうん、全て 100% ナチュラルな素材 で、うんうんうん、でこのなめしも有害なものを一切使ってなくて、はい、ちなみにちょこ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 、これはそう結構今これは何なの、スタイリングの一部で、うんうん、少しこう手首に巻いたりとか、髪の毛のところにリボンとかに、うんうんうん、はい、アクセントとしてこんな感じにして、あーなるほどなるほど、あこれ可愛いですね、はい、あとはそこのボディでベルトとして実は使ったりしてますね、うん、ほうほう、ちょっと見てみます、このシルクっぽい素材をちょっと入れると少し全体的にこうグッと雰囲気が、うんうん、はい、と夏ということで、ブローチもなんかネギスさんっぽいイメージある、うん、なんかいっぱいついてるイメージがある、これもこれも勝手につけちゃってるんですけど勝手につけちゃってるんですね、かわいい、やっぱりあとオルフォードのソックスとかタイツはものすごくやっぱり質がいいですし、うん、ちょっとコーディネートに取り入れるといいですよ ね、 あの夏って蒸れるじゃないですか、靴下履きたくなるじゃないですか、見えない靴下履くときありません、輪っかみたいな、輪っかみたいな、あれがちょっと見えた時の生活感半端なくないですか見えたくない、見えたくない、あれ履くくらいだったらこっちで堂々と見せた方が絶対いい気がする。はい、じゃあ篠崎の次は、はい、こちらですね、ステートオブエスケープっていうブランドなんですけれども、うんうん、こちらが実はあのアーティストとの特別なコラボレーションでして、はい、うんうん、はい、形はいつものなんですけれども、このタイダイをあの、うん、アート作品としてあの活動されているロサンゼルスのアーティストの方とコラボをして彼女の、はい、作品をプリントしているシリーズに、あと紐もちょっとそれにこうして、そうですね、はい、ブレンドをいつもと変えていて今回限定の色になったりしてます、ね、あ裏地もちゃんと同じようにタイダイになってるわけですね、はい、ポーチもついてるよと連動して、うーん、はい、じゃあその次は、はい、奥行きましょう、ヴィンテージ、ヴィンテージ、ロハンマンヴィンテージってことですか、そうですね、はい、どういうことどういうこと、実際にある古着から、うん、インスパイアをされて作っているコレクションでして、うん、はい、今ですと秋物がちょうど立ち上がったタイミングなので、え何これかわいいの何このオールインワンこのこれかわいい、キューかわいい、首もなんか特殊じゃないですか、これ見たことないですね、しかもあれですね、肩キャシャ見えするパターンですね、これこのサイズでいくとうん、最近肩にうるさいですよ、ここ大事だよね大事なんですよ、この人差し指の中に入ればこれは肩キャシャ見えするって私の中のセオリーがあるんですよ、なるほど、実はここも本当に1枚、そう、間に合わなかったりで、へーすごい、着た方が抜群にいいです、可愛いんです、可愛いです、はい、私は実は黒を肩、はい、着ちゃった方がいいじゃない、ちょっと着てみる、着てみる、じゃあ白着てみます、どうしよう、かわいい、本当私びっくりするのがかわいいんですけど私がかわいい、ここいいですね、開けてとふわってなって、その横の袖の感じね、本当だ本当だ、どうしよう、何してもかわいいすごい、なんか私孫が生まれたくらいにかわいい孫もかわいくたがるくらいの勢いで私がかわいい、今見てもらっていいですか、このキャシャ見えか、肩のキャシャ見えか、うん、私今ここ肩ここなんですよ、うん、これくらいだけあのサバ読ませていただいて、サイズって2サイズございまして、こちらも小さく、うん、これでちっちゃいんだ、はい、XS なん、はい、へえ、で私も158なんですが、うんうん、この XS で切ります、うんうん、あ、いや結構みんな XS いけるね、あと背高い人もはい、いけると思う、身長すごい高い方は S、はい、S、はい、170とかの方は多分 S サイズ、あれオールインワンがこれだけじゃなくて、そうなんですよ、結構あるよ、はい、おや、これも C、この形も、あこれもかわいい、ちょっと待ってちょっと待った、これもあれかわいい、ない、なんすかこれ、はい、ストーンとしてて、古着ってこんなのある？今シーズンは軍物とかではなく、うんうん、どちらかと言ったら、うんうん、農作業系だったりとか、ワークウェア系だったりとか、うんうん、パーツとかもね、土管なんだけれどもちょっとこう、ポケット、お、めっちゃ深いめっちゃ深い、ちょっと RH ヴィンテージを見逃しておったな今まで、私言ったら。
すごい、今はドンピシャリじゃないですか。ドンピシャリ。しかもちょっと待って、これハッ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 パンツ、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 ジュエリーもありました。あ、こちら。ジュエリーコーナー。私8月誕生日じゃないですか。自分の誕生日プレゼント探してるんですよ。二子玉川店でいうと今水木っていうこのパールのこんなにめっちゃ水三四件すごい水木推しますね。今ちょっとそうなんですよ。また篠崎さんがしてるやつは。これ水木ですね。なんかサッカー気になってたの可愛いのなんだろうって。長いのがそう。ほらボーってなんかついてるの可愛いのなんなんですよ。動く。はい。これもそうなの。水木で実はこれ。うん。アコヤのスーパーロングなんですよ。うん、よく見ると、うん、大きさの大きさはあの波のように大きくなって小さくなってを、うんうんうん、繰り返してるんですけど、スペシャルピースとしてね今シーズンのね、はい、本当に数量限定で別注をさせていただいて。こっちがイヤーカフェとかが並んでますね。あと繊細なリングのシリーズ、うんうん、あこっちリングなんだ、はい、あとこの辺もすごく人気でゴールドのチェーンとパールが組み合わさったパールチェーンっていう風に私たちは呼んでるんですけれども、うんうん、ちょっと待って、これも可愛い。ロングのピアスみたいな、うん、粒がちょっと一つ違って動きがあっていいですね。これも真珠になってます。そうなんです、はい、すごくない。あとこれが私が今つけてるラリアットって言って、うんうん、V ネック空きの時に、はいはい、V の例えばこういう空きに対して、うんうん、ギリギリで止めて、あと垂らす。絶対かわいい、絶対かわいい。ロングネックレスとしてつける。あめちゃこれいろいろ使い方できるやつじゃないですか。あと本当に長官みたいな感じでキュッてつけたりもできる、うんうん、実はちょっとこの3粒がグレーっぽいパールに別注させていただいてて、あ確かにこっちの方がなんかカジュアル使いしやすいかも。ちなみにこれでおいくら万円？税抜きで14万円に。これで、うん、ビデオいい、ちょっと待って、どうしよう、かわいい、これが動くので、うんうん、はいはい、例えばなんですけど、うんうん、前に持ってきたりとか、あ印象また変わるね、はい、でここも実はこのチェーンの先に一つぶつけて、これがまたちょっと動くと自分の視界に入ってきて、いやいや楽しい、かわいい優勝優勝しちゃった。ちなみにこれは、ロンハーマンのここだけ、それとも千駄ヶ谷と六本木ある、はい、あります、ございます、そこにある、はい、これだけの量を今は二子玉川なんですが、うんうん、8月に名古屋店と、うんうん、あとは、六本木にも実は来ます、はい、8月中に、はい、六本木近いから、ね、あそうあとはあのインディアン系もつけてる感じがあります、ね、はい、実は二子玉川店他のお店と比べるとインディアンジュエリーのラインナップが充実してて、これってバングル？それで、ね、狙ってるんです、うん、教会と街並みと、あなるほど、はい、街なんですね、これが。そうなんです。あかわいい、でもなんかシルバーの重ね、かわいい、ね、ちょっとこう斜めになって、あそうですね、こんな感じになるんだ、うん、秋冬にニットの上からこうあつけたりしてもかわいいです。どうでした？誕生日プレゼントが見つかってよかったです。今ね、テンション上がりすぎてね、語彙が出てこきませんでした。なんか多分、ニコタマのロンハーマンに行ったら自分が可愛くなれる気がします。あと実際今自分が可愛い気がしてます。可愛いです。言わせてるか今でですか。じゃあ皆さんどれが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。